ジョージ・ワシントン・ランバートはオーストラリアの画家である。第一次世界大戦中はオーストラリア軍の公式戦争画家として働いた。サンクトペテルブルクでアメリカ人の父親とイギリス人の母親の間に生まれた。父親はランバートが生まれる前に亡くなってしまい、母方の祖父の住むドイツのビュルテンベルクで過ごした後、イギリスで教育を受けた。母親は姉たちとランバートを連れて、 オーストラリアに移ることにして、家族は1887年1月にシドニーに着いた。ランバートは絵を描くようになり、1894年にシドニーの展覧会に出展し、1895年に雑誌ザブレティンにペン画が採用された。1896年にフルタイムの画家となり、1900年までシドニーのジュリアン・アシュトンの美術学校で学んだ。 ニューサウスウェールズ州の政府から奨学金を得てヨーロッパに留学し1年間パリで修行した後ロンドンで活動した。1911年にバルセロナの国際絵画展に出展して銀賞を受賞した。この頃は人物画家として知られていた。第一次世界大戦が始まると1917年にオーストラリア軍の公式戦争画家に選ばれた。 1915年のトルコのガリボリ半島に上陸したオーストラリアニュージーランド軍団を描いた作品はオーストラリア戦争記念館の戦争画コレクションで最大の絵画であった。名誉士官に任じられ、1919年にガリボリを訪れ戦闘が行われた場所をスケッチした。1921年にオーストラリアに戻り古典を開き成功した。 1922年にロイヤルアカデミー・オブ・アーツの巡回員に選ばれた。1921年に制定されたオーストラリアに住む画家によって描かれた最も優れた肖像画に与えられるアーチ・ボルド賞に1922年に応募したが居住条件を満たさなかったため失格となった。1927年にアーチ・ボルド賞を受賞した。 息子のモーリス・ランバートは彫刻家になり、もう一人の息子コンスタント・ランバートは作曲家、指揮者となった。ソネとアンザック上陸1915、ネックにおける第三景気兵旅団の突撃、1915年8月7日。ありがとうございます。